はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、モンハンライズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、なかなかいい装備が出来上がったので、紹介します。今装備してるのが、こういう感じ。笛を装備してまして、マガド装備になってます。これ、爆破属性だし、かなり使い勝手がいいね。スロットが多めにあるっていうのも、なかなかポイントが高いと思います。そして、防具。レウス、レウス、レウス、ナルガ、インゴットです。で、石がこれ。回避距離アップ1と回避性能2がついてるやつ。これを装備してます。で、スキルがこんな感じです。攻撃7、防御4、見切り3、回避性能3、回避距離アップ3。破壊王3、笛吹き名人1、風圧耐性1となってます。心眼も欲しいところだけども、まあ、とりあえずは、こういう感じで、行こうという感じだね。で、防御4。この防御は、まだ火ダメが多いっていうので、つけてます。あとあとはこの防御をね、全部ほどいて、別のスキルにしようと思うけども、初心者用としてはこれ、ものすごく最適だと思います。まあ、とりあえず、狩りに出てみましょう。では行きましょう。今里クエがもうちょっとで終わる。なので里クエをやってます。プケプケか、プケプケ、あ違う違う、クルルヤクとアンジャナフか。どこにいる。とりあえずアンジャナフをまずはやりましょうか。これ移動していった方が早いね。これファストトラベルができるように拠点はすぐに、解放していった方がいいよね。まずはアンジャナフ。あ、クルル役いたいたいた。はい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 。全然いるじゃん。オッケー、見つかってない。先手必勝。ああ。方向があるから、あれなんだよな。ちょっと聴覚保護も欲しいなーって今ちょっと思ってるところなんですよね。でも、そういう武器もまあ今後作っていこう。ちょっとここは戦いにくい場所におるな、お前も。シェイクオン。場所が悪い。で、ちなみに、笛を使い出して2日目です。まだいまいちね、ちょっと効果範囲なんかが分かりきってないんだよね。し、戦いは基本この演奏して回避するってやつを使っていった方がいいんでしょ。これがかなりの無敵時間があるので、それを使って戦っていくということらしいけどね。でもそれもまだいまいち分かってないんだ。しゃあ、ドカーン。おお、いけてるね。蒼龍、蒼龍はね、だいぶミスらなくなってきたな。ティッティッ、もう一回、あティー、ギリギリだった、危なかった。さあ、ここでよっしゃ、スタン取りたいな。まだか、スタンがもうちょっとで、あれ当たってない。いい、30層から OK。 頭あと2回ぐらい打てばいけそうな気がするんだけど。よし、ここやりにくい。 OK、危ない。いった？いや、もうちょいか。危険入れて戦っていけば、もう全然いけるか。よし、OK。もう倒しきってるじゃん、もう。危険もったいなかった。あれ、貯めるのがさ、結構時間かかるから、もったいねえな。いや、じゃあそのまま、
クルル役いきまーす。これプケプケ乗ってさ突撃しちゃおうか。よっしゃプケプケに乗ってクルル役にちょっと突撃しましょう。どういったが近いか。途中でなんか溶けるのが怖いな。いけるか。まだね時間はたっぷりあるし行きましょう。どこだクルル役。この下か。え、どこ、こっち。あ、違う違う違う。あ、いたいたいた。ちょっと若干ちっちゃいから分かりにくかっただけ。行きましょう。あーもう動きにくい。変なとこおるなお前。やった、くらえ。あー嘘、やりやがるなお前。よっしゃ、俺の毒をくらえ。よっしゃあ、どんどん行くぞ。なんとか時間内に行けそうだね。じゃあオッケー、うまいこと決めることができましたね。総龍ほんと面白いもんな。あぶねえ。よしでお前も、あぜえ、当たらんかと思った。よかった。よし、あ嘘、お前も総龍できた。一発かい。行くぜー、ぶち当たっていくぜー。こっち、どうよ、いい感じだね。よしもういっちょう、スタンも取りたい。でも期限は溜まってないんだな。よし、当たってねえな。よし、オッケー、決まった。よし。で、おっしゃ。でも倒し、ギリ倒しきれてなかったんだな。気持ちよく行きたかったけども、まあ倒してよかったですね。では今日はね、装備品の紹介してみました。なかなかね簡単に作れるやつなのでいいと思います。はい。ではまたね、出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。